ウィリアム・ラルフ・ディーンは、イングランド、マージーサイド州出身のサッカー選手。ティキシー・ディーンというニックネームで知られている。イングランドサッカー史上最も多くの得点を決めた選手である。主にエバートン FC で活躍した。ニックネームのディキシーは、アメリカ合衆国南部という意味の言葉であり、彼が色黒で黒いカーリーヘアで、アフリカ系アメリカ人の特徴によく似ていたことから、ファンが名付けたと言われる。本人はこのニックネームを気に入らず、ビルと呼ばれることを好んでいた。マージーサイド州のバーケンヘッドという港町で生まれた、ディーンは、エバートン FC の大ファンだった父親の影響で、サッカーを始めた。地元ペンスビーのクラブでプレーした後、トレンメア・ローバーズ FC に移ったディーンに、エバートン FC から声がかかる。ずっと憧れていたクラブからの誘いに喜んで応じた、ディーンは、すぐに頭角を現した。初めてエバートン FC で、フルシーズンを戦った1925から1926シーズンのリーグ戦で32ゴールを決めた。突如、スター候補となったディーンだったが、1926年6月に、バイク事故に会津骸骨と顎の骨折の重傷を負うというアクシデントに見舞われる。しかしそのシーズンの途中には完全復帰し、事故に遭う前と変わらぬ活躍を見せた。そして翌1927から1928シーズンにはリーグ戦で60ゴールを挙げるとてつもない記録を成し遂げた。これは現在も破られていないクラブレコードであり、ヨーロッパレコードでもある。このシーズンのエバートン FC は、第一次世界大戦後初となるリーグ優勝を果たした。1930年、エバートン FC は2部降格となってしまったが、ディーンはクラブに残留した。そしてわずか1シーズンでの一部復帰に大きく貢献。1933年には FA カップのタイトルを獲得した。1937年に、フィジカル面での問題からトップチームでのプレーに耐えられなくなったため、エバートン FC を退団。その後は小さなクラブを転々とし、戦争の勃発によってプロのキャリアを終えることとなった。引退後はチェスターでパブを経営したり、フットボールプールでポーターとして働いていた。エバートン FC で残した成績は、433試合出場、383得点。驚異的な得点率である。383得点は、クラブの最多得点記録として、現在も残っている。また、彼はとてもプロフェッショナルな選手だったということでも知られている。彼は常に敵チームからラフプレーや挑発行為の対象とされていたにもかかわらず、1枚のイエローカードも退場処分も受けなかったのである。実際に彼は相手選手のタックルを受けて睾丸を一つ潰されている。ディーンはイングランド代表として16試合に出場して18得点を挙げている。そのうちの6点は2度のハットトリックによる。それもわずか10日間に行われた2試合である。1980年3月1日。ディーンはスタジアムでサッカーの試合を観戦中に心不全で他界した。観戦していたのはエバートン FC と最大のライバルであるリバプール FC との試合であり、彼が愛したエバートン FC のホームスタジアムであるグリソンパークであった。2001年、スタジアムにディーンの記念碑が建てられた。そこにはフットボーラー、ジェントルマン、エバートニアンと書かれている。2002年に新しく創設されたイングランドサッカー殿堂の最初の受賞者の一人に選ばれた。2003年、以前彼が勤めていたリトルウッズというフットボールプールが協賛してティキシー・ディーン賞を創設した。これはエバートン FC 所属選手から年間最優秀選手を選出する賞である。ディーンの最も得意な得点パターンはヘディングシュートであった。リーグ戦60得点の記録を作ったシーズンも、その半分以上がヘディングによるものだったという。この能力はチームメイトであったトミー・ロートンと一緒に、重さを増したメディシンボールを使用して練習をしていた結果である。エバートン FC、ノッツカウンティ FC 個人タイトル。ありがとうございます。